皆さんこんにちは、隼人です。時刻は18時15分の3月28日ですね。やっていきます。今日は新しい住人が引っ越してきた。どうぞーどージャスミンだ。ハヤトさん、この前の島ではありがとうございました。かわいいこの子。おかげさまで無事に引っ越してこられましたよ。かわいいこの子。すごい。あ、3人って俺が誘った人のことなんだね。じゃあ、あと、ライオンとあともう一人誰か来るね。忘れたけども。これからは同じ島の住民としてよろしくお願いします。チャ。いいね、チャ。もちろん話して。私に何かご用事ですか？チャ。おしゃべりしよう。春って何かを始めるにはもってこいのタイミングなんですって。ああ、YouTube 始めるのかな？ジャスミンも。ジャスミンも YouTube 始めるかもしれん。私も今年から新しい趣味を増やそうかしら。で、今真剣に考えているんです。チャ。YouTube とかどう？一緒にやろう、YouTube。ジャスミンとね。もうやってるか、今。よし。とりあえず、名前を思い出そう。バジル。誰だっけ？バヤシコフだ。よく来てくれたな。まあ、ゆっくりしてけよ、ランチで。話しに来たよ。そういえば、また下の土地が売りに出されてるみたいだな。今度はどんなやつが引っ越してくるんだろう。とりあえず挨拶代わりにアイススケートで勝負してやるぞ、なんちて。これもらって、なんかあげよう。何あげよう。トイナフィギュア。デニムのサラプ。あ、これはあげれないよ。何あげよう。あげるもんがなかったわ。トイナフィギュアですか。おぉ、トイのフィギュアじゃん。サンキュー。おいらこういうの結構好きなんだよな。今度模様替えするときに飾ってみるよ。おいらの部屋レベルがさらに上がりそうだな。ありがとう。もらいっぱなしじゃ悪いから455ベル。なんで455なんだろう。お前に渡すよ、なんちて。どうも。お金もらったわ。じゃあな。あ、手振ってる。キュピーンっつって。そうだな、お花を毎回あげるのも尺だから、タランチュラあげよう。こっちのレイラには。こんばんは。ノックは2回だね。あ、なんか作ってる。めちゃめちゃ叩いてるけど。あ、できてない。どうしたの、ハヤト。うちになんか用事だったのか。いいじゃんよ。何してるの。なにちゃんと、積み木テーブルを作ってるのさ。こういうのは勢いが大事だからね。作ろうと思った時に一気にやるのがいいんだよ。そうなんだ。脇目も振らずに DIY やってる時ってさ、バイクでかっ飛ばすのとなんか似てるんだよね。なんなんだこいつは、マジで。バイク乗るのか、ペンギンが。ハヤトも積み木テーブルの作り方知ってるのか。いいじゃんよ。知ってるよ。そっかそっか。さすがハヤト、なかなかやるじゃないか。そんじゃ、積み木テーブルの作り方のレシピを一応渡しておくからさ、もしよかったらダチにでもあげておくれ。おお、ありがとう。ダチ。うちはもうこれの作り方を覚えたし、もしも作りたいってやつがいれば教えてやりたいと思ってたのさ。じゃんよ。サンキュー。じゃあダチにあげるわ、ダチ。どうもな。なんか気になってんのかい。じゃんよ。おしゃべりして。うちさ、ついつい夜更かししちまうんだよね。夜型なんだ。さっさと寝なきゃなと思うんだけど、寝る前にちょっとだけ釣って漫画とか読み始めちゃってさ。無人島に漫画があるんだ。すると続きが気になって手が止まなくなるだろ。わかるわ。だから1巻から読んだらダメなのよ。10巻から60巻ぐらいまでなら大丈夫なんだけど、1巻から60になると朝になっちゃうの。
10でもまずいか。だから30ぐらいからラストまで読んじゃうっていう。それが、ね。で、ここまで来たら最後まで読んでやれよ。で、気になってきてさ。一緒のこと言ってるわ。な。そんで朝だよ。こいつとは分かり合える気がするわ、レイラとは。あ、なんかあげよう。これもらって。え、しょうがねえな。しょうがねえ。受け取ってやらないこともないよ。かわいいな、こいつ。タランチュラ。あげる。うわ、タランチュラ。よく見ると、かっこいいんだね。ああ、嬉しがってるのかな。ありがとう、ハヤト。大事にしてらせるから安心しておくれ。そうそう、名前は決めないとね。お前はダレンシャンだ。すぐには思いつかん。こいつ舐めてるんだよな。名前は決めないとね。でもすぐには思いつかなそうだ。当面はハヤトで一句。タランチュラに俺の名前をつけるな。さすがにただじゃ悪いから、お礼にパンダのシャオシャオを。やった、パンダのシャオシャオだ。ありがとう。パンダのシャオシャオを受け取ったよ。じゃあねー。ちょっと飾ってみよう、パンダのシャオシャオを。パンダって大抵可愛いじゃん。このもらったパン、あ、犬用だ。いらっしゃいませ。あら、この間お店ですれ違った人よね。改めまして、うちキヌヨって言います。前回キヌヨとキヌエって言ってたと思うんですけど、前々回かな、キヌヨとキヌエって言ってたんだけど、キヌヨとケイトさんらしいです。はい、もう忘れていました。申し訳ございませんでした。教えてくれた方ありがとうございます。ケイトさんね。マメちゃんやつぶちゃん、たぬきちさんとは昔からの知り合いなんよ。今回そのご縁もあって、こうして安藤に服やなんかを売りに来させてもろてます。ゆくゆくはこの島にお店を出せたらええなとも思ってるんですけど、まずはお客さんを作らんことにはね。不定期ではありますけど、あ、週に何度か寄らせてもらいますんで、今後ともよろしくお願いしますね。せや、せっかくやし、よかったら今日の商品見てってもらえません、見ます。おきに。ほな、今日の商品はこちらになります。あ、なんかいいのあるね。釣りジャケットいいじゃん。買おう。釣りするときこれ着ようか。サンキュー。釣りジャケットとあのボーダーはなんだ？健やかなセーター。ウェーダーってなんだろう。ウェーダーを買っとこうか。買っちゃう。あと下にマリンシューズがあるね。マリンシューズ買ったら海の上走れるかもしれない。マリンシューズは900ベルです。買っちゃう。はいはい、どうもありがとう。お気に入り。他にも何か見ていきます。これは何、ストレッチレギンスレギンスはいらないな。こんなもんかな。毎回なるべく違う商品を持ってくるつもりやし、また来てちょうだいね。秋内に来る日は朝一番から来て夜も10時頃までは頑張る。え、早いね。頑張りだね。頑張るつもりなので今後ともごひいきに。お店は持たないのかな、ずっとここでやってくのかな、この人。またこれやっとこう。金のなる木だから、これを6万1000ベル出して、これを穴に埋める。だからこれが18万円になるから。とんでもないね。マリンシューズ身につける。ウェーダー。なんだろうね、ウェーダーって。釣りジャケット。あ、いいね、釣りジャケット。今日何しようかね。やべやべ。あ、
たぬき商店いいとこか。なんか面白いもの売ってるかな。あと赤いバラとかが売ってたら買っとかないと。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、たぬき商店へようこそ。あ、やばい、お金ないお金全部使っちゃったんだけど、バラあるかな。チューリップ、パンジー、アネモネ、パンジー、パンジーと球根と球、ないね。どうも。なんもないや。とりあえず化石を掘り起こすか。毎日の業務をしていこうかな。ほら、桃もらったんだよ。桃もらったじゃないや。桃を離島から奪ってきた。木ごと。石叩きしよう。そう、離島で石叩きめっちゃしてたら金鉱石もね2つ取れたんで、いや、ありがたいね。離島はやっぱりいいね。今日も離島一回行こうかな。動画内でね、新しいいい島が見つかるかもしれない。とりあえず化石だけ風太さんに見せに行こう。あと石叩きしてね。化石はロマンだからね。早く T-REX を見たいね、完成した姿を。いつも化石はね、寄贈する前に売っちゃうもんね。だから今回は全部寄贈しよう。拾ったか。行くよ。化石はなんかめっちゃ散らかってるわ。叩いただけで拾ってなかったね。今度拾っとかないと。てか俺の島木が多すぎるね。今度木切っとかなきゃ。ちょっと多すぎる。お金だ。こっち。多いね。金柵金柵。ありがてー。いくらになるんだこれ全部で。1万6000ベルになった。あれだ、稼ぎしようと思って。今回埴輪ってないのかな。毎回ね、化石だと思って掘ったら埴輪でさ、埴輪かよってなってたけど、今回全部化石なんだよね。あと落とし穴もないんですよ。なくなっちゃったのかな、落とし穴と埴輪って。どうなんだろうね。後で追加されるのかな。あんま追加されてほしくないよね、埴輪と落とし穴はね。だってさ、せっかくの化石が埴輪になっちゃうんやで。確率か知らんけどね。だからアップデートが来てもこのままがいい気が してくるなって思います。あ、そうだ、瓶ボトルが、あ、落ちてた。今日は何かな。いつものダンスレッスンで超テンション上がってた時にふと DIY のレシピを思いついたの。ダンスしながら瓶に入れておいたから見てみてね。このレシピ絶対流行るから遠慮なく作りまくってよね。 100% だ。知ってるよ。猫だよね、確か。木製の姿見。あ、持ってるよね。なんか見たことあるもん、それ。
持ってるやん、やられたわ。向こう側にもあるかな、ないかな。めちゃめちゃ汚いね。ゴミが散乱してる。あ、お金だ。お金の木だ。これいくらだろう。1万ベルだ。うまっ。1万埋めて3万になったってことね。最高かよ。はしご、こっちあんまり行ったことないですよね。あ、石叩きしとかなきゃ。金来ねえかな、そろそろ。動画ないからね。動画で釣りをしたいんですけど、この動画で釣りをすると、あの録画しながら釣りをするとなんかタイミングが合わなくて絶対釣れないんですよね。なんかラグがあって、だからどうすればいいんでしょうね、そういう時って。なんかいろいろ調べるとデュアルディスプレイにすればいいみたいな感じだな気がしてするんですけど、どうなんでしょうか。デュアルディスプレイデビューするかもしれない。今使ってるディスプレイがなんか 4K の対応で、デルなんですけど5万ぐらいするめっちゃ高いやつを買ったんですよね。今度は 2,3 万のフル HD ぐらいのやつでいいかなって思うんですけど、そっちをゲーム用にして、こっちの画面は編集用っていう感じで。みんなそうやってやってるんですかね、 YouTuber の方って。みんなさ、なんか生放送でやりたいんだけどさ、あの動物の森を生放送なんかでやったら釣りもできないし、何するんだろうってなって生放送やってないんですけど、生放送やってもずっと自分のことばっか喋っておきたいですよね。コメント欄読みながらね、誰が見るんでしょうね。もうちょっと人が多くなってからやるべきなのかなって思うんですけど、どうなんですか。毎日生放送するけどね、できるようになったら。今でも一応できるんですけどね、できはするんですけど釣りができないんで。あとタランチュラ島とか行っても、あの多分タランチュラもタイミングゲーじゃないですか、あれって。だからそれで死にまくると思うんで、死にじゃないか、刺されまくると思うんで、まあ、そうなってくると本当に何もできないっていう。唯一できるとしたら生放送で、あの流れ星を見る回っていうのだけならできるかもしれないですね。永遠と夜中流れ星を待つっていう。やりたいな、そういうの。面白そう。もうコメント欄で多分1対1ぐらいになるかもしれない、誰も人いなくて。多分その見てる人は多分お母さんかお姉ちゃんだろうな。またお会いできて嬉しいです。じゃおしゃべりしよう。ハヤトさんのお家お部屋がたくさんあっていいですね。あ、憧れる。もし私だったらクッキングルーム、手芸ルーム。女の子だね。クッキングルーム、手芸ルーム、目的に合ったお部屋を作りたいな。ちゃいいね。よし、そんなこんなで離島ツアーに行こうかな。ここのチケットを買って、たぬきちなんかこれ飲んでるんだよね。コーラかなんか知らんけど、何飲んでるんだろうね、たぬきち。お茶かな。うまい。たぬきマイル交換、マイルル交換、交換する。 OK。 金のバラが咲いてたり青いバラが咲いてたりする島ないかな。それで村の旗
繁栄村じゃないか、この島の繁栄を願いたいんですけど、どうすか、ダメかな、そういう島ないかな。とりあえず取った化石を寄贈しに行きましょう。ふーたさん、ああふーたさんだ、こんにちは。こんにちは、はやとさん。あ、博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか。化石の鑑定。ほほう、では鑑定したい化石をお見せください。ワクワク。お、6個もある、いいね。 OK。 わわ、一つじゃないんですね。そうなんですよ、6個なんです。あ、しかも中にはまだ、中には全部、全部じゃない。すぐかぶるよね、化石って。そんなに種類ないのかな、化石って。でも化石、博物館にコンプリートしたことないんだけど、化石を博物館にコンプリートしたことある人いますかね。僕は絶対ないです。一回もないです。魚とかもないですからね。はい、決定。お、まとめてお持ちくださったんですね。どれどれ。はい。もうだからこの動画では絶対魚も虫も、この化石もコンプリートしたいんですよね。何パートになっても。1000パートになったとしても。OK。よし、荷物を整理したら行こうかな。一旦カットします。すいません、変なところでカット分けになってるんですけど、なんか最近。なんかこの何でしたっけ、動物の森を撮るキャプチャーソフトがなんかおかしくて落ちるんですよね。で落ちちゃいました。動画を撮ってる最中にどうしましょう。続けていいのか、こういう島でしたってやればいいのか、そのままこれを上げてしまえばいいのか、ちょっとわかんないんですけど、なんなんでしょうね。なんか最近すごく落ちるんですよね。どう改善すればいいのか、後で調べてみようかな。マジでわかんねえ、落ちちゃった。特にこれといっていい島ではなかったですと、それだけお伝えします。もうカットでいいかな。自分の島に戻るところまでカットします。よし、もう一度挑戦します。島ガチャに頼むぞ、ロドリー。すべてはロドリーの気分にかかってるんだ。欲しい島はタランチュラ島か、バラがめっちゃ咲いてる島。もうバラだけ持って帰ります。グッドラック、ありがとう。あ、増えた。よし、行くぞ。平地だね。グッドラック、ありがとう。あ、平地じゃなかったわ。あ、こういう島か。特に何もなさそうな島ですね。本当に今日は何もない一日というか、ジャスミンが可愛いなと気づいた一日でしたね。島ガチャ2回失敗して、ジャスミンは可愛いと。今回はそんなところで終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。